まあまたランキングってタイトルになってるんだが、どうせあなたが決めるランキングなんだろ。そうよ、視聴者が各自で決めるランキングよ。もうランキングってタイトルにするなよ。見終わった後にあれが一番だったなって思ってもらえたらそれでいいの？意味がわからんな。人によって好きな星座があるのと同じよ。よくわからんぜ。なので視聴者個人が勝手に心の中で決めるランキング始まるよ。手っ取り早くやれ。期待には応えられないわ。最初に紹介する天体はコロット 7B よ。どういう天体なんだ？地球から700光年離れてて、コロット7という恒星の周りを回ってる惑星よ。その特徴っていうのが、短すぎる公転時間。公転って太陽の周りを回るやつだよな。正確には他の天体を中心に回ることね。地球は公転時間が365日ね。そうだな、1年で1周だからな。この天体は恒星コロット7の周りを20時間で1周するわ。は、早い。どんなスピードで回ってるんだよ。速度は時速25万 km で地球のおよそ3倍のスピードよ。なんちゅう速さだ。コロット7とコロット 7B は太陽と水星の距離のおよそ23分の1、つまり250万キロほどしか離れてないわ。そのコロット7っていう天体の大きさはどのくらいなんだ？太陽のおよそ8割くらいあるわ。でっかい。ちなみにコロット7の表面温度はおよそ5000度あるからね。暑そうだ。実際に暑いわ。コロット 7B 表面の温度は最高2000度以上になるわ。反対にコロット7に向いていない面は最低マイナス200度くらいらしいわ。なんだよその差は。常に同じ面をコロット7に向けているから四季はないわ。ずっと夏かずっと冬、そしてずっとお昼かずっと夜ね。この天体は全てが極端だな。続きましてお次は、ドル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 。おいちょっと待て、なんだそれはドラムロールのつもりか？ウプ主の動画制作技術がないからね、しょうがないね。ないならもう普通にしとけよ。そうするわ。次は灼熱の天体に対して水の天体 L1448MM ね。水がある天体があるのか。本当かどうかわからないけど、海外の宇宙サイエンス記事にあったから紹介しとくね。地球から445光年くらい離れたとこにあるんだけど、水素分子と酸素分子のジェットガスを時速 19.3 万 km のスピードで放出してるわ。水素分子と酸素分子ってもうそれ水じゃないのか？ネットでは水が大放出とか書いてるけどあれは言い過ぎよ。正確には水素分子と酸素分子のガスだからね。水がそのまま吹き出してるわけじゃないわ。宇宙を面白おかしくするために少し内容を変えてるサイトもあるから注意してね。ネットは見極める力が必要だな。もしね、これを水に換算したら、毎秒でアマゾン川の1億倍以上の水量を吹き出してる計算になるわ。もうすごすぎて想像を超えてるわ。さらに温度もすごい。1000度くらいか？10万度よ。熱湯どころの騒ぎじゃないな。でもよく蒸発しないな。さっきも言ったけど、水じゃなくて水素と酸素のガスだからね。ああ、そうだったな。でも、こういう吹き出してるやつって結局どこへ行ってるんだ？宇宙には空気抵抗もないし重力もないから行き着くところまで流れるわ。どっかの天体とか？そういうことね、重力に引き込まれたりするわね。それと宇宙空間は基本的にマイナス200度以上だから10万あってもそのうち冷えるわね。それもそうだな。続きまして、蟹座55番星。地球からおよそ40光年離れてるんだけど、この天体はダイヤモンドがめちゃくちゃあると考えられてるわ。マジかよ、夢があるな。しかもその埋蔵量は地球3つ分にもなってね。そんなにあるのか。あくまで推測よ、いろいろ地上から観測した結果ね。実際に行って観測してないから仮説ね。はやぶさ2の次の行き先が決まったな。JAXA とウプ主の台所事情を救うかもしれないわね。続きまして、ブラックナイト衛星よ。ブラックナイト、古くから存在してるっぽいけど存在しないかもしれないと言われ続けたのよね。なんだよそれ、どっちかはっきりしろよ。結局はっきりしないまま地球の大気圏に突入しちゃったからね。地球の近くにいたのか？そうよ、一番近いところで上空216キロと言われてるわ。近いじゃないか、なんではっきりできないんだよ。発見が1954年で、1960年にアメリカ海軍が捕捉して軌道も確定したわ。そこまでわかってるじゃないか、なんではっきりできないんだ？でもアメリカ海軍は後の公開情報で違うものと勘違いしていたことがわかってね。しっかりしろよな、何と勘違いしたんだよ。偵察衛星から外れた部品よ。は？だからアメリカ海軍のお話は終わり、閉廷、以上、みんな解散。いや解散すんなし。そして1998年にスペースシャトルから撮影されたのがブラックナイト衛星という話が出たわ。おお、ついに撮ったのか。まあ暗くてよくわかんないけどね。なんだよちゃんとしろよな。でもここでブラックナイト衛星だと主張する派と、スペースシャトルから外れた熱ブランケットであると主張する派に分かれたわ。真っ二つに分かれたけど、どっちが正解なんだ？はっきりしないまま主役は大気圏に突入したらしいわ。なんだそれ、がっかりだな。あれなんだよね、昔の天体発見報告って信用できないもの多いんだよね。なんでだ？
観測機器や技術がまだ発展してないからね。なるほどな。あとミステリー要素を含んじゃったから、いろんな俗説的要素も混じってこういうことになったの。面白おかしくしちゃった可能性か。そうね、はっきりしない根拠にいろんな話を含めてよくわからないまま。眉唾物に気をつけるんだぜ。最後はオウムアムアよ。え、オウムなんだって？オウムアムアよ、これはハワイの言葉で遠くからやってきた初めての死者という意味なの。遠路はるばるご苦労なこったってことか。これは動画のコメントにあったし、発見がまだ新しいから紹介しとくね。2017年10月にマウイ島にある天体望遠鏡で発見されたわ。マウイにもそんな施設があるんだな。発見当初はその軌道から彗星だと思われたんだけど、さらに観測を続けるとね、太陽からの重力を突破できる恒星間天体ということが分かったわ。太陽からの重力。そうよ、地球も太陽の周りを回りたくて公転してるんじゃないわ。太陽からの重力と地球の公転速度が釣り合ったのが今の地球の公転軌道よ。いまいちピンとこないぜ。室伏選手が太陽、ハンマーが地球と考えればわかりやすいわ。室伏選手がなんで出てくるんだよ。室伏選手はハンマーをがっちり離さない。回されるハンマーは回される遠心力で離れようとする。そのハンマーが水平になったところが公転軌道よ。最後投げられてるじゃねえか。ああ、地球が太陽系から飛び出ちゃうと投げられて飛んでいくのがオウムアムアね。変なことばっか言ってると笑われるぜ。いいのよ、どうせ元から変な人だし。そっか、ならいいな。誤解のないように補足するけど、オウムアムアは太陽系の外から飛来してきた天体だからね。か、勘違いしないでよね。さっきから大丈夫か？生まれながら壊れてるだけだから心配いらないわ。大変だな、良いことあるといいな。それでね、このオウムアムアは太陽の重力を振り切って秒速26キロの速度でペガススザへ向かってるわ。次はいつ来るんだぜ？もう来ないと思うわ。そのうち太陽系から飛び出るだろうし。もう来ないってどうしてだ？だって太陽の重力を振り切って太陽系から出ちゃったのよ。太陽系以外のどこかの天体の重力に捕まって、軌道がまた太陽系に向かない限り永遠と離れていくわ。マジかよ、寂しいな。それにオウムアムアは太陽で90度ターンを決めているわ。軌道が変わったのか？そうよ。ちなみにオウムアムアの大きさは最も小さい説で160メートルで、大きい説だと800メートルほどね。長細い形をしてて自転してるわ。大きさは確定していないのか？地球最接近で2400万キロと遠いのとどんどん離れていくからね、難しいわ。難しいんだな。物質的性質も仮説でしかないからね。ここで詳しく書いてもいいけど、視聴者をすやすや軌道に誘導してしまうわ。それはダメだな、睡眠用動画じゃないしな。睡眠動画でもいいわ、寝る時に必ず再生してね。お前の動画は睡眠薬代わりかよ。最後まで見てくれてありがとうございました。見てくれる人がいるのは喜ばしいことだぜ。わからないところはコメントしてくれれば補足解説しますので、何でも聞いてください。気軽にコメントに書いてくれな。広告、フォロー、コメントいつもありがとうございます。いつも見させていただいていてモチベーションにつながってます。チャンネル登録、ツイッターフォローもありがとうな。まだ登録してない方は登録をぜひお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。ランキング詐欺動画やるの久しぶりだな。詐欺って言わないで。まだやるのか？ネタはいくらでもあるわ。一回くらいちゃんとしたランキング動画が見てみたいぜ。